ブルーインパルスの展示飛行は航空自衛隊宮古島分屯基地が今年で開設50年となることを記念して今月11日宮古島市で実施される予定です。県によりますと昨日午前航空自衛隊から展示飛行を実施するための宮古空港の使用届が提出され、県は民間機の運航に支障がないと判断し使用を認めました。届出では今月10日と11日の2日間、午前8時から午後1時までの間、自衛隊の機体7機が宮古空港を使用するとしています。この展示飛行をめぐっては当初航空自衛隊が下地島空港の使用を県に打診していましたが、県は民間機以外の使用を原則禁止とする屋良覚書を踏まえ難色を示していました。